俳優の菅田将暉が、11日放送の MBS TBS 系、日曜日の初耳学2時間 ST、夜9時、の企画、インタビュアー林修、に出演。友人であり、音楽活動を共にするアーティストの米津玄師の、ギリギリ、の依頼に対する悩みを打ち明け、その意図を分析した。バル、これまで歌った曲について、キーが、高い曲が多い、救ってくれる曲がみんなギリギリ狙ってくるんですよ、と悩みを漏らした須田、デモとかで送られてきて。これ歌える、って、と、米津玄師や石崎ひゅーいから曲が送られてくるため、風呂とかで歌ってみて、ちょっと、音が高くて、きついかも。声が出ないと答えるも、米津らからそれで行こうとさらっと言われてしまうと話した。その意図を姿は出るか出ないかのギリギリにするという狙いがミュージシャンにはあるんだと思いますとコメント。冷静に分析もしている様子だった。